はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィニングレバーアプリ2019最新情報についてお伝えしていきたいなと思います。まずはウィレアプリあるあるからいきましょう。今日はこちら、聖一郎さん。スカット評価低すぎて TP 少ないし、エナジー精度なくなったからウィレがやめられない&寝不足ということで、はい、これもうね、わかります。そしてね、この画像なんですけど、18時間21分携帯を画面オンにして14時間26分ウイレをやってるということでね、がっつりウイレにハマってらっしゃいますね。まあまあまあ、気持ちはすごくわかるなと思ったので、はい、採用させていただきました。ありがとうございます。ということで、選手のクイズいきましょう。今日はこちら。はい、この選手はですね、まあ2019環境かなりフィットしてる選手かなと思っていて、まあ何でもできるストライカーの選手なんですけど、まああのね、走る理不尽なんかもね言われてたりするので、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで、今日の動画になるんですけど、今日はですね、まあ1月1日から新しいレジェンドイベントが来てるんですけど、皆さんレジェンドは無事クリアできましたでしょうか。まあなかなかね、強くてクリアできてないって方もいると思うんですけど、そこで獲得できる黒確定レジェンドチケットなんですけど、皆さん引かれてね、何かしらの選手保持している状態だと思うんですけど、このレジェンドって強いですかとか、このレジェンドの強みって何ですかとかね、聞かれる機会がめちゃくちゃ多かったので、今回はちょっとね、排出される22選手全員をしっかり能力から分析して、何が強いか弱いかっていうのをまとめてきましたので、ぜひそれを参考にしていただけたら嬉しいなと思います。で、最初に伝えたいのは、基本的にみんな当たりです。今回のレジェンドって本当に強い選手たちなので当たりなんですけど、まあその中でもどんな強みがあるのかっていうところをですね、見ていきたいなと思います。そしてね、あの、僕が今回見てるのは全員持ってるわけじゃないので、基本的には能力と分かる選手は使用感からお話ししていくんですけど、まあ最後はね、皆さん使ってみて使用感も大事になってくるので、はい、あの、僕の話だけじゃなくて実際に使ってみて判断していただくといいんじゃないかなと思います。で、今回の動画ね、22選手全員やるので、ちょっと前後半に分けさせてください。前半この選手、後半この選手という形でやっていくので、まあ自分が持ってる選手がいるところだけでもいいので、ぜひ聞いていただけると嬉しいなと思います。もし全部聞いてくれたらめちゃくちゃ好きになると思いますね。ということで、早速ですね、選手紹介いってみたいと思います。レッツゴー。はい、1人目はですね、ビエラ選手ですね。まあビエラ説明するまでもないんですけど、ディフェンシブミッドフィルダーでハードプレス持ちということで、レジェンド唯一のディフェンシブミッドフィルダーになるかなと思います。で、この選手なんですけど、同じプレースタイルの選手と比較するのがいいかなと思ったので、今回で言うとカンテ、カゼミロ、フェルナンジーニョ、この辺りの選手たちと比較をさせていただきました。で、その上で強みとなるのは、まずは身長ですね、192センチということで、これはハードプレス持ちの選手の中でも圧倒的1位になってます。で、2位のカゼミロとも10センチ近く離しているので、ここの強さ、中盤でね、やっぱり競り合い勝てるってすごく重要なので、いいかなっていうのと、あと能力のところで言うと、フィジカルコンタクト、あとスタミナみたいなところが魅力になるのかなと思います。で、スタミナに関してはカンテがね、めちゃくちゃ高いので、それに次いで2位という形になるんですけど、フィジカルコンタクトは1位でしたね。はい、で、あとですね、ディエンシュミッドフィルダーとはちょっと離れちゃうんですけど、オフェンスセンス、決定力、実は結構ここも高いんですよね。で、攻撃参加したりするときに地味に重要になったりするポイントなので、ここはプラスポイントなのかなと思います。で、その他で言うと、あとはコンディション安定度ですね。特にレジェンドはコンディションすごく大事なので、コーン8、ここも素晴らしいのかなと思います。で、逆に弱みで言うと、まあ強いて言えばってレベルなんですけど、実はですね、ディエンセンスとボールダッシュっていうのはハードプレス持ちの中でワースト1位なんですよね。88、86あるので十分強いじゃんって思われるかもしれないんですけど、まあ基本的にハードプレスでね、ボールダッシュに特化した選手たちが多いので、そこと比較すると実はビリなのかなと思います。で、あとはですね、スキルにね、ワンタッチパスがないんですよね。で、さっきのハードプレス持ちで言うと、確かカンテとカゼミロが持ってたと思うんですけど、地味にワンパ重要視する方っているので、あえて弱みを上げるとするのであれば、この辺になるのかなと思います。はい、そんな感じですかね、特徴で言うと。で、起用ポジションとしては、基本的にはディフェンシブミッドフィルダーがいいかなと思ってて、場合によっては CMF もありかもしれないですね。確かメロンパンさんとか CMF で使ってたと思うんですけど、さっきも言ったように意外とオフェンスセンスと決定力高いので、 CMF にして攻撃参加もしつつディフェンスもするっていうのは、まあありなのかなっていうふうには思ってましたね。強化所感というところで言うと、間違いなくビエラに関しては当たり A 評価でいいかなと思ってます。ディフェンシブミッドフィルダー最強クラスだと思いますし、僕が使った印象としてもかなりね、ボールダッシュしてくれて競り合いも強いので、まあまさに肉弾戦車みたいな感じだなと思ってましたね。ということで、次行きましょう。はい、次はですね、カーン選手ですね。カーン選手もね、なかなかボックスとかに入ってこないので、かなりレアな選手になってくるんですけど、守備的ゴールキーパーというプレースタイルということで、同プレースタイルのですね、同じくレジェンドのトルドー、そして、まあ、トップクラスのオブラク・クルトワあたりと比べてきました。で、その中で特徴強みで言うと、やっぱね、ゴールキーパー系の能力がめちゃくちゃ強い。うん、で、レベマの時にですね、99、99、97、97、98というね、結構バケモンみたいな数字になるんですよね。で、ここまあ1位ですし、あと能力で言うと、キック力とかね、実は96と、これも
も守備的ゴールキーパーのね、さっきの4名の中だとトップになります。はい。で、逆にですね、身長が意外と高くないっていうのと、ジャンプ能力はすごく低いので、例えばね、コーナーキックの競り合いとかクロスからの競り合いっていうのは割と弱めになるのかなと思います。はい。で、起用ポジションはまあもちろんゴールキーパーで、初間評価としては A 評価ですね。まあ守備的ゴールキーパー最強クラス、まあ最強でもいいと思うんですけど、はい、あのブラッククルトワより一歩で抜きに出てると言っても過言ではないかなと思うので、間違いなく大当たりになるかなと思います。はい。ということで次行ってみましょう。はい。次はですね、トルド選手ですね。で、トルドに関してはこの前のボックスの時も見たのでそんなには触れないですけど、こちらもですね、同じプレイスタイルの、まあ、カーン、オブラク、クルトワあたりと比較していきまして、その中で強みになるのはフィジカルコンタクトの高さですね。実はこの中でトップになっていて、あとはフライパスですね。フライパス80ということで、ここも実はトップなんですよね。しっかり守り切った後に繋いでいくって中では、実はフライパス能力とかも結構重要なので、まあ、あの競り合い強くて、そしてパスがうまいって認識でいいのかなと思います。で、カーンと同じくこちらもコンディション安定度8ですね。はい。で、逆に弱みで言うと、まあ弱みでここ上げちゃうのどうかなっていうのはあるんですけど、ゴールキーパー系の能力ですね。まあやっぱカーン、オブラク、クルトワあたりの能力の高さっていうのは素晴らしいので、そこと比較した時にやっぱりゴールキーパーセンス以外のね、94、91、91、92、この辺の90代前半の能力っていうのはちょっと気になるかなと思います。はい。で、起用ポジションとしてはもちろんゴールキーパーで、評価初感としては、まあ B 評価ですかね。まあ1000級とはちょっと差があるのかなっていうのと、今回カーンもいるので、カーンと比較した時にはちょっとイマイチなのかなっていうふうには思いました。はい。ただ、もちろん全然強いですし、あとね、コストが結構低めなので、例えばちょっとチームパワーを抑えたスカット作りたいとかって時に、結構優秀だと思いますので、ぜひ、持ってる方は使ってみてください。はい。ということで次行きましょう。はい。次はですね、マルディーニ選手ですね。はい。マルディーニ選手、センターバック登録になるんですけど、まあ、プレースタイル攻撃的サイドバックで、左サイドバックができるということで、攻撃的サイドバック持ちのレフトサイドバックということで、まあ、ロベカル、マルセロ、アラバ、アレックサンドロ、フィリペ・ルイス、アラバ、ジョルディ・アルバ、この辺とですね、比較していきたいなと思ってます。で、その中の強みで言うと、やっぱりですね、ディフェンスセンス、ゴールダッシュ、これは高いですよね。で、サイドバックでこんだけ高い選手ってなかなかいないので、ここは1位になるかなっていうところと、あとはフライパス、フィジコン、ジャンプ、この辺も1位になるかなと思います。で、まあ、センターバック登録なんで当たり前なんですけど、レフトサイドバックに加えてセンターバックもできるユーティリティ性ということで、さっき挙げた中だと実はアラバとマルディーニだけなんですよね。ここは結構でかいかなと思います。で、あとは、コンディション安定度も8ということで、いや、圧倒的安定感あるなって思いましたね。はい。で、特徴弱みのところで言うと、スピード瞬発かな、スピード83、瞬発78ということで、まあ、サイドバックね、かなりスピードある選手多いので、そこと比較した時にこのスピ瞬っていうのは若干低めなのかなっていう風には思います。で、起用ポジションとしてはもちろんプレースタイルも加味して、レフトサイドバックが安定なんですけど、まあ、場合によってはセンターバックもありですかね。まあ、レフトサイドバックが基本で、センターバックもまあ、ありみたいな感じで考えてみてください。評価初感としてはまあ、A 評価ですね。まあ、センターバックもサイドバックもできて、この能力っていうのは間違いなく強いと思いますので、当たったら即スタメンレベルだと思います。ありがとうございます。では次行きましょう。はい。次はですね、ロベルト・カルロス選手ですね。はい。で、ロベカルもレフトサイドバック登録なんですけど、マルディーニと同じく攻撃的サイドバックということで、まあ同じような比較でいいのかなと思います。はい。で、特徴としてはですね、いやもう本当にね、ロマンあふれる能力なんですよね。まずですね、カーブ97、キック力99ということで、ここ素晴らしいですよね。はい。ここはね、95超えてる選手すら他にいないので、まあ間違いなく圧倒的トップかなというところと、あとはスピード瞬発ですね。スピード93、瞬発力90ということで、ジョルディ・アルバがね、実はすごく速いので、そこに続く形になるんですけど、2位ですと。はい。で、あとは、プレースキックですね。プレースキック89と、まあ、あんまりサイドバック関係ないんですけど、フリーキックもバチコリ上手いということで、いやー、素晴らしいですね。で、弱みで言うと、ディフェンスセンス、ボールダッシュですかね。さっきの中でもワースト1位なので、厳しいかなっていうところと、身長競り合い、うん、その辺が、まあ、気になるところになるのかなと思います。で、起用ポジションとしては、基本的にはレフトサイドバックがいいと思うんですけど、攻撃の能力の高さを買ってレフトミッドフィルダーっていうのもありかもしれないですね。うん、レフトミッドフィルダー起用もありだと思いますので、まあ僕だったらどっちかで起用していくかなと思います。で、評価初感としては個人的にはね、 B 評価かなって思っていて、もちろんこれは A にする方も多いと思いますし、まあプレースキックとかカーブとかね、もちろんすごく高いんですけど、その辺だったら別の選手でもカバーできちゃうよねってところもあるので、正直 B 評価かなと思います。まあ A に近いんですけど、はい、そんな形になります。では次行きましょう。はい。次はですね、サネッティ選手ですね。こちらはですね、逆サイド、ライトサイドバックの攻撃的サイドバックになっているので、今回で言うと、カフー、キミヒ、バレンシア、カルバハル、この辺の選手たちと比較させていただきました。で、特
徴で言うと実はねもうバランスよく全体的に高いんですけど、まずディエンセンスボールダッシュ、ここ結構高いですよね。サイドバックにしてはかなり高いかなと思っていて、でスピシュンもバレンシアと同じぐらいだったりとか、まあボリコンもねキミヒキと同じぐらいだったり、あとはマンマークインターセプト持ちで、両サイドバックできるということで、実は圧倒的に飛び抜けてる能力っていうのはないんですけど、なんかいろんな選手のいいとこ取りをしたってイメージですね。なので結果的にすごくバランス良くて総合力の高い、なんだろうな、5強化の点数で100点はないけど全部90点取れますみたいなね、そういう人ってたまにいるじゃないですか。まあそんな感じですね。で弱みはねあんまないんだよな、僕的には特に気になるところはないので、ここも逆に強みなのかなと思いましたね。で起用ポジションとしてはレフトサイドバックかライトサイドバックが無難にいいと思いますね。僕はライトサイドバックで使うことが多いですけど、まあどっちかがいいと思います。で意外とサイドハーフとかもありかも、場合によってはこれもありだと思いますので、まあ両方使ってみて使いやすい方でいいかなと思います。で評価初感としてはこちらも A 評価ですね。まあそもそも黒玉のライトサイドバックがすごく少ないですし、ここまで安定感のある選手ってなかなかいないので、それを考えると十分 A 評価に値するかなと思います。ではですね次行きましょう。はい、次はですねカフー選手ですね。こちらもですねプレスタイル攻撃的サイドバックで登録ライトサイドバックということで、先ほどと同じですね、はい、キミッヒ、バレンシア、カルバハル、そしてサネッティあたりと比較してみました。で、特徴で言うとまずはスタミナですよね。スタミナ97、ここは圧倒的1位で、そこに続いてですねボルコンドリブルあたりかな、はい、ここも1位になってくるので、スタミナしっかりあって、まあ、ドリブルで仕掛けられる、そんな選手になるのかなと思います。で逆に弱みで言うとスピード瞬発かな、はい、83、81と一見悪くないんですけど、まあ、さっきも話したようにねサイドバックで結構速い選手多いので、そこと比較した時に若干弱みになってくるのかなと思います。で起用ポジションとしてはまあライトサイドバックですね。まあ無難にそこがいいかなっていうのと、評価初感で言うと、これは B 評価かな。やっぱりどうしてもねサネッティと比較してしまった時に少し能力見劣りしてしまうかなっていうのと、まあスタミナの高さとかはいいんですけど、まあもうちょい能力欲しかったかなっていうところですね。はい、でただですね、まあさっきも話したように黒玉ライトサイドバックってめっちゃ貴重なので、正直当たったら即使うレベルだとは思うんですけど、まあサネッティの存在とかも含めつつ今回は B にさせていただきました。ありがとうございます。では次行きましょう。はい、次はですねフィーゴ選手ですね。登録ライトウィングでプレースタイルウィングストライカーということで、まあ同プレースタイルで同じ利き足の選手とかと比較すると、まあネイマール、アザール、マネ、この辺の選手たちがまあ比較対象として入ってくるんじゃないかなというところで、そこと比べた時にですね特徴として挙げられるのはキック力、まずはここ結構高いんですよ。キック力87ということで得点能力に影響してくるんですけど、ここは1位だったりとか、あとはプレースキックカーブですね。プレースキック92、カーブ89ということで、ここもしっかり高くなってるかなと思います。でまあフィーゴっていうとねドリブルが印象的だと思っていて、ボルコン93、ドリブル95ということで、ドリブル能力っていうのもすごく高いですと。ただねここ実はネイマールとかアザールも普通に高いので、突出してるとは言えないかなと思います。まあ特徴ではあると思うんですけど、そこまでズバ抜けて高いとは言えないかなと思ってます。で逆に弱みで言うと実はスピード全然ないんですよね。スピード79ということで、これね結構重たいって言われてる理由だったりもすると思うんですけど、スピードここは結構低くて圧倒的ワースト1位っていうのと、あとボディコンですね。ボディコン意外と低いので、ドリブルとかで当たり負けするところはあるのかもしれないですね。はい、で起用ポジションとしてはですね両ウィングですね、まあそれか両サイドハーフもありだと思うんですけど、ウィングからゴリゴリドリブルで仕掛けていく、まあドリブルはかなりしやすいと思うので、そういった起用がいいんじゃないかなと思ってます。で評価初感で言うとここはちょっと B 評価になるかな。スキルもすごく豊富ですし、ドリブラーとしてのね能力っていうのもすごく高いんですけど、ちょっとねウィングのねウィングストライカーはちょっと激戦すぎるんですよね。さっきも言ったようにネイマールとかアザールとか持ってるとやっぱそっち使いたいよねって話になっちゃうので、もちろんライブアップデートとかでね今後いろいろ選手起用する際には重要になってくるんですけど、まあ単純に能力を比較した時には若干厳しいかなと思いました。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねロマーリオ選手ですね。はい、この選手はセンターフォワード登録でボックスストライカーということで、同じボックスストライカーでいうと今回レジェンド結構いて、ダルグリッシュ、イアンラッシュもそうですし、あとはレバー、ジエゴ・コスタ、ルカクとか、はい、この辺と比較すると結構能力分かりやすいんじゃないかなというところで、特徴はですねめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、まずはボルコンドリブルですね。93、91ということで、ここはボックスストライカーの中でもトップクラスです。あとはボディコントロールですね。ボディコントロール93ということで、まあ、この辺全部含めてコネヤスさナンバーワンといって過言ではないんじゃないかなと
思います。そこに続いてスピード、瞬発、スタミナ、そしてオフェンスセンス、決定力、この辺も続いてくるので、はい、かなりストライカーとしての強さを持っているのかなと思います。で、逆に弱みで言うと、まあ、身長と競り合いの部分ですね。ここはワースト1位なので、まあ、ボックスストライカーっていう役割的に結構ね、あんまり裏抜けとかはせずにしっかりボールを受けるっていう役割なので、そういう意味ではちょっとここはマイナスかもしれないですね。あとはコンディション安定度5ということで、レジェンドの中でも相当低いので、レジェンドでこれはちょっとね厳しいのかなっていう風には思ってました。はい。で、起用ポジションとしてはもうセンターフォワード一択で、評価所感としてはとはいえ A 評価かなと思ってて、まあ、さっきも話したようにストライカーとしての能力っていうのはピカイチですし、コンディション安定度っていうところで言うと、まあ、サブもしっかり意識してスカット作りのところでサポートしていくと考えれば起用法全然あると思いますので、能力考えたら A 評価でいいんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。ということで次行きましょう。はい、次はですねダルグリッシュ選手ですね。はい、この選手もまあボックスストライカーということで、さっきと同じように、まあ、イアン・ラッシュ、ロマーリオ、レバー、ジゲゴ・コスタ、ルカク、このあたりと比較していきたいなと思うんですけど、今回特徴で言うと、まずはですねオフェンスセンスですね、95ということで、ここはイアン・ラッシュ、レバーと並んで同率1位でした。はい、オフェンスセンスね今作かなり重要視されているので、ここはいいかなっていうところと、あとはですねパス系の能力、グラウンダーパス86なんですけど、これ実は1位なんですよ。でボックスストライカーね結構パス能力大事だなと思ってて、例えば2トップで1人ボックスストライカーでもう1人ラインブレーカーとかにして受けてラストパスとかね、そういったところでグラウンダーパス重要なので、いいんじゃないかなと思ってます。であとはボディーコントロール92、これは、ロマーリオに続いて2位かな。はい、で割とこねやすそうですし、コンディション安定度と、あとねワンタッチパス持ってるんですよね。実はこれねボックスストライカーさっき挙げた5人の中だと唯一持ってる形になっていて、うん、すごくいいかなと思いました。で逆に弱みで言うと、瞬発力はすごく高いんですけど、スピードが77ということでね、これはワースト1位なんですよね。うん、スピードの遅さはちょっと気になるかな。で起用ポジションとしてはこちらもセンターフォワード一択で、評価所感としては僕ね迷ったんですけど、これ A 評価でいいんじゃないかなと思ってます。オフェンスセンス、決定力あたりもすごく高いですし、まあ、チャンスも演出できて、まあ、ちょっとスピードが気になるところではあるんですけど、すごくバランスいいので僕としては、全然 A 評価でいいんじゃないかなと思いました。はい、ということで最後次行ってみましょう。はい、かなり長くなってきてるんですけど、最後ですねイアン・ラッシュ選手になります。でこちらも、ボックスストライカーということで、ボックスストライカーレジェンドすごい多いですね今回。うん、で、今回もこの辺の選手たちと比較していて、特徴で言うとですね、もうね見たらわかると思うんですけど、オフェンスセンスと決定力なんですよね。オフェンスセンスもさっき話したようにダルグリ、レバと同率で1位で、決定力98、ここすごいですよね。得点能力っていうのはボックスストライカーの中でも1位と言っていいんじゃないかなと思います。で逆に弱みで言うと、まあ、スピシュンがそこまで高くないっていうのと、スタミナは結構ないですね。スタミナ80なのでワースト1位ですと。であとスキルですね、スキルが圧倒的に少ない、ワンタッチシュートとキャプテンシーだけなので、もっとねスキル豊富だったらいいかなっていうのと、まあ、スキルトレーナーとかいいかもしれないですね。今後出てくるスキルトレーナーとかで新しいスキルがつけられたら結構いいかなというところで、まあ、起用ポジションはこちらもセンターフォワード一択で、評価所感としてはちょっと B 評価かな。うん、僕ちょっとイアンラッシュに関してはまだ使えてないので何とも言えないんですけど、能力だけ見ると得点能力は本当に目を見張るものがあると思います。すごく強いと思うんですけど、逆にその他の能力がねもうちょっとないと、全体の、ね、総合力としては弱いかなというところで、今回は、B 評価という形にさせていただきました。はい、ということで、いやちょっとねごめんなさい、すごくすごく長く喋ってしまったんですけど、レジェンド全員のね魅力をね皆様に伝えていきたいなというところでしっかりお話しさせていただきました。ということで後半もですね、土日になっちゃう気もしますけど、しっかりまとめてあげていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではですね、今回の動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。